ババンババンバンバン、風邪ひくなよ。ババンババンバンバン、大雨に気をつけろよ。ババンババンバンバン、コロナにも気をつけろよ。ババンババンバンバン、志村さん、ありがとう。東村山、あ、一丁目一丁目。皆さんこんにちは、大分の高っち親方です。さあ、2020年の7月でございます。どうもね、毎年この7月、なんで九州ってこんなに自然の試練が多いんでしょう。まあ熊本県、鹿児島県はじめ、そして今日はですね、北部九州でも大雨の被害がですね、甚大な被害が出ております。まあ、今回ですね、犠牲となられた方、お悔やみ申し上げます。また被害に遭われた方もお見舞い申し上げます。どうかですね、まだ雨は続くようですけども、この雨ですね、収束してこれ以上被害が広がらないように、まあ、対策しつつも、あとは願うのみですですね、まあ、気をつけましょう。まあ、そんな中、今回ですね、皆様に一つ、まあ、ご報告とご紹介をいたします。まあ、今回ご紹介するのは温泉に関することです。まあ、その大雨とかですね、まあ、日本は火山も多いですし、こう自然の負の面、災害面もありますが、一方でプラスの面、恩恵面がございます。それが温泉でございます、ね。まあ、温泉に実は関する資格、皆さんご存知でしょうか。まあ、有名なのが温泉ソムリエでございます。まあ、温泉そのものを知って、そしてまた正しい入浴法についても学びます。で、そして温泉についてこう情報発信するというのが、まあ、温泉そのものに主に、いや、入浴について注目したのが温泉ソムリエです。まあ、私も実は温泉ソムリエ持ってますし、ステップアップのですね、ライセンスも持ってます、ね。あの温泉分析書マスターとか、あともう見ての通り美容ダイエット、はい、すみませんの試験を、資格を持ってますが、もう一つ、まあ一つね、有名な最近できている資格をご存知でしょうか。それが温泉観光実践士というですね、資格でございます。こちらですね、実はじゃじゃん、私今回温泉観光実践士の資格をもらいました。過去実は2回目なんですね。この温泉観光実践士というのはですね、あの、まあ、温泉、まあ、もちろんそのものもそうですし、その温泉をどのように活用するか、観光や産業に活用する面について主に注目をしております。まあですね、年に3回ほど全国各地で講座が行われております。で、今回がですね、じゃじゃん、まあ、あの6月にですね、まあ、本来であれば福岡県北九州市で開催されるんですが、まあ、結論から言うと、今回はその新型コロナウイルスの関係でオンライン受講となりました。まあ、そのことについては後ほどご紹介いたします。で、実は今回ですね、この温泉観光実践士認定証をいただきましたが、まあ、講座を受けると認定証をいただけます。ただ実はこれ、私今回2回目なんです。前回がですね、2017年だったと思います。大分別府で一度最初の認定を受けまして、今回2回目です。実はこの観光実践士は何回か回数を重ねていくとまたステップアップしていきます。次は私3回目受けたら、確か観光実践管理士かなんかという感じで、どんどんこう上がっていくんですね、位が。まあ、そういうことで私今回2回目を受けさせていただきました。まずこので温泉観光実践士、具体的にはどのようなことを、まあ、講座でやってるのかといいますと、まあ、まずはですね、温泉やその温泉地について学びます。まあ、主に開催地域の温泉ですね。まあ、大分別府の場合ですと、別府の、まあ、別府八湯の歴史を学んだりですね、別府八湯温泉道というですね、88箇所のスタンプラリーを巡る企画などですね、そういう、もしくはあの美人温泉道といって、女性向けの美容向けのですね、温泉の、まあ、ツーリズムなどをですね、まあ、その温泉の歴史とその地域の温泉の、まあ、取り組みを紹介してますし、まあ、北九州市ですと、その、まあ、北九州市およびその近隣の福岡、山口県の温泉紹介や町づくりなどについても紹介しております。で、プラス、今度はですね、その観光とかに発展していくと、例えばホテルマンによるホスピタリティですね、おもてなしとかですね、いろいろ町づくり団体
の方やですね、あと美容の方、ね、美容の専門家とか、そういうふうな、こう、いろんな分野からですね、のからこう温泉を考察して、で、まあ、その実際、まあ、プロであるとか、現場の方ですので、こう、赤裸々な思いをですね、学べるというのが、この温泉観光実践士の、まあ、私、魅力的な場所、ものだと考えております。ね、こうね、最初のね、例えばね、おもてなしの場合は、もう最初の3秒で印象が決まるから、いつでも気を抜くな。で、お見送りも最後までしなさい。で、選ばれるホテルであれというね、お言葉があるとか、あとこの北九州の街づくりの話ですと、最初はやっぱこう、地元の方も否定的なんですね、街づくり。ただ少しずつこうね、お店の、まあ、お母さんが化粧し始めたっていうことは、よそから来るお客様を迎え入れる気になったという、心の変化があるんだよとか、こう、ほんと面白い話を、ですね、聞けますので、この観光士のですね、温泉観光実践士、各分野 のスペシャリストのお話を聞くというのが見どころでございます。ではですね、まあ、その温泉観光実践士ですね、じゃあなったらどういうことがあるのか、ね、特典も実はございます。例えば今言った、ね、ご紹介した認定書もいただきますし、先ほど冒頭で私紹介したちょっと朝が今出てきましたけど、じゃじゃん、温泉観光士、観光実践士のタオル、今回北九州バージョンですけども、タオルもいただきました。ありがとうございます。で、さらに今回は、バッジもいただいております。ね、頭につけてもいいかもね。じゃじゃんとか言って。まあ、いろいろね、こういう特典もございます。でですね、また、今回はですね、この北九州の大会ですね、開催についてはですが、まあ、オンラインの受講が、でございました。まあ、これ初めての取り組みですし、まあ、新型コロナウイルスの関係で、まあ、致し方ない方法ですが、まあ、私個人的にはこれ非常にハードルが低くというか参加しやすかったなと思います。まあ、まずはですね、その経済的な負担ですね。こっちのお金の件ですけども。まあ、実際これ受講料今回が、12,500円くらいだったと思います。まあ、受講料を支払って、その代わりその全国各地、ね、期間内にスマホでもパソコンでも好きな時間に講座を見られるような動画を見て学ぶという方式でした。ですので、まあ、一つはまあ移動とかですね、やっぱ現地でやると宿泊とか移動費とかもありますので、まあ、お金はかかりますけどね、その分お金はかかりますが、今回は受講料のみで、まあ、金銭的な面のハードルも低かったですし、まあ、全国各地、そして時間も、選べるということで、まあ、割と時間的、とかあと身体的な負担も少なく、ですね、ハードル低かったなというふうに感じております。参加しやすいという意味です。まあ、ただもちろんこのセミナーね、この現地でやるというのもまた魅力ですね。この今回北九州でですね、開催ですけれども、そのね、北九州に行ったことで、これからいろいろ一緒にパンフレットとかいただきましたけれども、この北九州の、まあ、その現地の観光、温泉やですね、美味しいものを食べるという楽しみもございます。で、またこのですね、参加者同士や先生と、まあ、夜交流できるというのもですね、この対面というか座学では本当に、まあ、必要な醍醐味だと思います。まあ、今回はオンラインでしたけども、オンラインの良さもありますし、対面は対面というかですね、一緒に座学する良さもございます。じゃあちょっと温泉観光実践士受けたい、ね、受講したい、どうしようかということで、次回の開催速報で今いただいております。次回は、じゃじゃん、見えますか、次回、まあ、速報でございますが、今年のですね、11月28、29日に、東京大田区蒲田で行われます。まあ、毎年年末ですね、は、この東京蒲田開催がもう定番になりつつあります。皆さん、まあ、ご存知でしょうか。まあ、東京蒲田というのは、まあ、大田区ですし、まあ、羽田空港から近いので、まあ、私みたいに九州に住んでる人間からも、まあ、非常にアクセスの良い場所というところが、まあ、一つ魅力的でございます。で、さらにこの蒲田、皆さんご存知でしょうか。温泉どころなんですね。あのモール泉って言って、とにかく特徴は黒ちゃんですね。まあ、私は黒人かわからないんですけども、本当ツルツルの黒いね、お湯が有名です。まあ、モール泉なんですけども、まあ、私自身はその東京の蒲田にですね、お気に入りの温泉もございますし、まあ、3、4回近年お邪魔しております。まあ、そういう土地で温泉を楽しみながら、
受講者と交流深めながら、そして温泉について学べるというのは本当に魅力的だと思います。まあ、今速報であくまでも予定ですけども、まあ、例えばですね、今回その東京開催の場合は結構見る限りこの温泉となんか健康に関することがまあメインかなというふうに思っております。ちょっと全てはご紹介できませんですけども、いろいろ多分まあ新型コロナウイルスの関係もありましたし、まあ健康ブームというところもあって、温泉をどのようにこう健康とね生かしていくかということ、またですね、温泉ソムリエの東馬先生の、ツアーの作り方とかですね、これもやっぱ健康に関してますし、いろいろ温泉と、まあ、銭湯も多い東京都でございますので、銭湯についてもこう学ぶようになっております。ね、ウィルネスツーリズム、まさに健康に関することでございますので、まあ、もし興味のある方はですね、温泉観光実践誌とネットで調べていただきますと、温泉百貨店内に特製ページがございます。そちらにまあ随時情報もですねアップされますし、その申し込みもその期日になったら、申し込みできると思いますので、もしご興味のある方ですね、学んでみてはいかがでしょうか。まあ残念ながら私はこの11月末は他の予定がありますので、参加はできません。ただこの温泉というのはやっぱ面白いですし、ね、それを生かす、まあね、観光、街づくり、地域活性化に興味のある方はこれ本当に面白いです。この本当バラエティあふれる講師陣の皆様から学ぶ生の声やですね、専門的なお話は本当貴重ですし、それをね、こう生かしていけるように頑張っていきましょうということでございまして、まあ今ですね、まあ冒頭にも申し上げましたが、まあ大雨の被害もあって、で新型コロナウイルスもあって、本当温泉や観光ってかなり厳しいですね。もう3密を避けてとか、営業もねもう短縮とかこう制限もありつつ、そしてなかなかお客様もいらっしゃらないというところで、かなりの観光業界打撃だと伺っております。でまたこの大雨でですね、特に今回熊本県南部の人吉市がですね、もう甚大な被害を被っております。人吉温泉って本当にいい温泉郷なんですね。あそこちょっと泡付きのお湯もね、温泉もあって、まあ、私自身九州温泉道やですね、昨年の秋にはですね、温泉の達人と一緒にこの人吉熊とか芦北からずっと九州山地の温泉巡りをしました。そのね、馴染んだ道がずっと水で浸かってるのを見て本当心痛くなりました。まあ、まずはその復旧ですね、命を守る、ライフラインを守るとこから始まって、でちょっとね状況落ち着いたら、今度は人吉の温泉とか観光をしてですね、こう今度経済的とか地域とか気持ちの面で何かこう応援できればいいなというふうに思っております。まあ、温泉観光実践士、温泉ソムリエというのはですね、この温泉も大事にしながら、そしてこの地域の経済もとかですね、地域の元気をで盛り上げていく、応援する、で PR するという役割も、担う必要があると思いますので、まあ、ぜひ、まあ、温泉好きの一人としてできること、まあ、趣味の延長線かもしれませんが、こうなんか関われたらいいなと思います。で皆さんお気づきでしょうか。実は私が着ている T シャツ、これ九州温泉同好会という、後ろ背中に、ね、見えますかね、九州のマークがありますけども、まあ、実は Facebook である温泉、九州の温泉好きの同好会のグループの T シャツがございます。まあ、まさに九州は温泉アイランドでございますので、またこの温泉ですね、大事にしつつ、少しずつまあ前向いて、大雨からとかコロナからに負けないで、そしてこれから頑張っていこうという意味で、この温泉をね元気しサポートするというのも私は大事だと思っておりますので、まあ状況が落ち着けば皆様九州の温泉もご紹介をいたしますので、どうか皆様もね、ぜひご機会があれば九州にお越しくださって、まあ、温泉も楽しんでいただければなと存じます。気持ちもね、ポカポカして気持ちいいですよ、本当。ということで、まあ、非常にね、こう大変な状況の中ではございましたが、今回のですね、この温泉観光実践士についてご紹介いたしました。まあ、こういう資格もあるんだよって言って、まあ、いうこともご紹介いたします。まあ、ですね、私のチャンネル、まあ、最近すいません、ちょっとなかなか温泉の動画上げられてなくて申し訳ございません。なかなかちょっと温泉がない地域に住んでます。温泉県大分ですけども、ですし、なかなかちょっと温泉に行く機会がなくて、まあご紹介できず申し訳ございませんが、徐々にまた
ですね、九州各地やですね、全国の他のですね、温泉も紹介できればと思っておりますので、どうかお付き合いよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいねボタンよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録も、そしてぜひですね、この温泉観光実践誌東京蒲田講座ご興味ある方お申し込みくださいませ。それではまた、どすこい。